はいどうも、内首国問同好会ですよ。どうもいらっしゃいませ、この度ですね、2010年10月26日に我々新作内首国問同好会さんが猛烈に自己アピール中です。5曲入り1050円の作品を、インディーズレーベル LD&K より発売することになりましたよ。いやそれにしても長いですねタイトルね。さあこの発売に先駆けまして、10月22日金曜日ライブハウス渋谷サイクロンにていわゆるレコ発企画を行いますよという予告映像ですよ。これ18時オープンの18時半スタートで、出演は合計5バンド、個人主義劇場底辺、ビンビールズ、沖縄からツーサイドワンブレイン、そして我々内首国問同好会と、おすすめなバンド呼びまくって、チケット代は前売り価格2000円、プラスワンドリンク600円が入場時にかかります。ご予約はこちらのメールアドレスまで、お名前とご予約枚数をお知らせいただければ予約 OK でございます。なお本企画では会場にフードコーナーが盛りだくさん、いくら丼、焼き鳥、牛すじカレー、無料配布のうまい棒など、もしかしたら CD よりも食べ物が売れるんじゃないかとリアルに懸念。また内首国問同好会の新作 T シャツ、野良猫探索隊 T シャツ1500円もこの日同時発売。マジで CD が一番売れなくなるんじゃないかとリアルに懸念でございます。さてイベント詳細は内首国問同好会公式サイトやらミクシーの内首国問同好会コミュニティにも掲載してございますので、チェックしてみてください。それでは映像の残り時間は、新作内首国問同好会さんが猛烈に自己アピール中ですの紹介映像をご覧ください。どうぞ。